中華そば、フライドポテト、かけそば、いい感じ、美味しそう。一緒。食べる？うん。食べるよ。美味しい？うん。うん、うまい。うん、普通にうまい。これかけそばね、480円で結構安かったんですけど、普通にうまいです。どう？美味しくいただきました。息子が食べてるこの中華そば、
上680円、まあ、お手頃なんですけども、あっさりした感じの醤油、それでちょっともらったんですけど、麺の他に、まあ、ほうれん草とあとメンマ、チャーシュー、卵、結構子供でも食べやすい感じのラーメンで、お値段も安いし、で量は非常にねたくさんありますので、でこのね全部食べきれるか分かんないでかいフライドポテト、これが380円、で僕が食べてたかけそばが480円、で1540円という感じでした。ドラえもんの形でね、じゃあ帰ったからいいわね。カートは何？カートは食べてるドラえもんだよ。